平野紫仕様の悲しませるかもしれない発言に賛否、ファンの心情と信頼度を探る。2023年10月15日、元、キングピンス、キンプリ、の岸優太さんが、ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が設立した、とべ、の YouTube 生配信に出演し、ファンを驚かせました。 なぜなら、この場で、元金プリの平野陽さん、神宮寺ゆ太さんと合流し、新グループ、ナンバーアイ、の結成が発表されたのです。しかし、その中で平野陽さんが口にした、悲しませるかもしれない、という言葉は、ファンコミュニティを大きく揺さぶりました。平野紫洋の発言、配信中。 東京ドームで行われたイベントで、岸優太さんはグループ名の意味や新たな YouTube チャンネルの解説、今後の活動について語りました。そして、平野志耀さんは、悲しませることもあるかもしれない、と述べました。この一言が、ファンたちに多くの感情を呼び起こしました。ファンの賛否。 平野耀さんの悲しませるかもしれないという発言に対して SNS 上で賛否両論が噴出しました。賛成派からはきっと悲しませてしまったって砲撃で思ってるからだよね。良いことばかりじゃないかもしれないけど一緒に乗り越えようと言ってくれたことで潮さんへの信頼度増した。 といった声が上がり、平野紫耀さんを支持するファンたちからの温かいメッセージが寄せられました。しかし、反対派からは、なんで悲しませる前提なんだよ、この言葉は引っかかった、といった不安や疑念を表す声も上がり、一部のファンたちが平野紫耀さんの発言に懸念を抱いていることが明らかとなりました。ファンの気持ち、この発言について、 ファンたちの気持ちは分かれているようです。平野志耀さんの言葉がファンたちにどのような影響を与えるのでしょうか彼らの期待と不安は新グループナンバーアイの成功にどのように影響するのでしょうか平野志耀さんの悲しませるかもしれないという発言はファンコミュニティを賑わせています。一部のファンは不安を感じつつも彼を信じ、 共に未来を切り開こうとしています。この状況からもわかるように、ファンたちは彼らのアイドルに強い絆を感じ、彼らを信じています。これからの活動がどのように展開するか、ファンたちは期待と不安を胸に一緒に歩んでいくことでしょう。